また台湾もね、ぜひ何回か2、3回は行ったことがあって、一つは確かこの当時僕が GTO をやった時の後ぐらいに多分コンサートやりましたね、台湾で、なんとかサッカー場っていうところで。なんで3回目も行きたいので、ぜひ呼んでくれればいつでも行きますんで、どうもよろしくお願いします。フライデービデオをご覧の皆さん、ダチャハオ、反町隆史です。 GTO リバイバル、ぜひご覧ください。等身大の鬼塚が26年ぶりに復活することで、この今のやっぱりこの令和の時代っていうのが、2024年の時代、日本は、いろんなその、世界的にもそうですけども、その SNS のことだったりとか、それに伴ってその、学校の子どもたちがいろんな問題とかを抱える中で、この今の時代に復活させたら鬼塚なりのその答えの出し方っていうのはどういうことなんだろうなって、これはもしかしたら面白いことになるんじゃないかなっていう、僕がちょっと疑問に思ってしまい、これもしかしたら GTO26 年ぶりに復活することがもしかしたら今の子供たちに何か届くんじゃないかなっていう気持ちでした。これもやっぱり26年ぶりのことの、視聴者は後のことの姿っていうのを初めて、見るので、当時本当に26年前にこの GTO を本当に応援してくださった方々に対して、その後の2人の26年後の、どんな姿かっていうのはやっぱり見せたかったなっていうのはあります。はい、なんかお話とかされましたか、なんかその発表か。そうですね、いろいろ家でも、現場でも、あとほら生徒役もね、やっぱりたくさん過去の生徒が出てるので、なんかいい雰囲気でみんなね、撮影は楽しかったですけどね。はい、本当に GTO を26年ぶりに復活ということで、日本という国でねの方もたくさん見てくださってるということで、多少やっぱりその文化の違いだったりとか感覚の違いだったりとか、なんか、いろんなそういう違いはあったにせよ、やっぱり大人が子供を愛する、そしてその先生が生徒を本当に心から愛して、その子のために体当たりで向かっていく先生、こんな先生っていたらいいなって思うのは、多分国が違っても、一緒だと思うので、ぜひ見てほしいなとは思いますし、また台湾もね、ぜひ何回か2、3回は行ったことがあって、一つは確かこの当時僕が GTO をやった時の後ぐらいに多分コンサートやりましたね、台湾で、なんとかサッカー場っていうところで。でこの間あともう一個は台湾のなんかちょうど東京ガールズコレ違うのコレクションみたいな感じのやつで、なんか、ショーかなんかで呼ばれた時に行ったのと、なので2回目ですね。なんで3回目も行きたいので、ぜひ呼んでくれればいつでも行きますんで、どうもよろしくお願いします。グレートだぜ。